ープは難しい。丁寧に丁寧にプレーナーをゆっくりと置いて、それで半分落としながら刃を半分で削って、それで削ったところが平らになるようにして、こうやって削っていって、最後には平らにしてで終わらせる。これ今ボトムをやってるんだけども、このプレーナーはスキルのプレーナーで、世界中のシェーパーが使ってます。ジェイリー・オペスは7個持ってるっつってた。で今一応シェープしてる中で、波乗りしたいけども波乗りができない時にはシェープをしながらアップスンダウンサーフィンをしてる。俺はもう昔からこうやってやってきた。これをやるとサーフィンしてる気になるし、これがやっぱりねアップスンダウンですよね。でノーズライディングもこれでノーズでやる。これをね何回繰り返してるうちにサーフィンしたっていう気持ちになるから、そんなに嫌じゃない。みんなはマーサー何シェイプなんかやってんのね、波があるよってね言うけども、俺はねオーダーは1ヶ月2ヶ月3ヶ月遅らせる人だから、多分日本人じゃ一番遅らせると思う。それだけやっぱりねシェイプがどうなのかな、嫌いじゃないんだけども、やっぱり乗らないと削れない。でやっぱりねこの今日本は日本のシェーパーはなかなか大変で、みんなアメリカの板を皆さんが買っちゃう。でみんな俺たち仲間は全部困ってる。例えば日本のシェーパートップシェーパーバイユーの上田さんから畑邦夫君、畑サウボート、あと豆増田、これもいいシェープしますよ。あと加海君ね、鎌倉加海君もすごいシェープシェーパーだと思う。やっぱプレーナーワークがすごくうまいと思う、彼は丁寧だから。あとミッキー河合さんね、古いレジェンドですよ。ミッキー河合さんもすごい板を削ります。あとドジ伊坂さん、ドジ伊坂さんも俺たち早くシェイプして、俺たちはドジさんに板乗って上手くなりました。あと上杉、あと鎌倉の方では下重くん、小川、あと悟くん、奥田悟くんね、この人シェイプ見たけども、悟くんのシェイプもすごく上手かった。今流に合ってる、もうアメリカの板には負けてない。それからあとチビタ小林ね、あと出川道夫、長沼和人、あとドミンゴの飯尾進くんね、あとまっちゃん、まっちゃんはもうすごい、もう松本ね、まっちゃん、これは白道のとこでシェイプやってます。あと前家誠、あとマミ川村くんね、あと千葉に今住んでる石塚明、あと湘南の国沼のえのちゃん、えのもとね、あと衝動コスミック系のね、エネルギーの衝動、あとまたこれがね面白いシェイプしてうまいシェーパー川南勝、この飛行もこの川南勝ちゃんもいいシェイプしますよ、クラシックの60年代のね。あと伊豆の下田に小川修、あとマント、あとその他ねちょっと名前を生み出せなくてごめんなさいね。シェーパーもっと有名な人がいると思うんですけども、あと千葉のね吉川くん、あと千葉のちょっとシェーパーわかんないんだけども、まあこういった人たちが日本のトップシェーパーで日本を支えてきたんですけども、今はカリフォルニア、みんなカリフォルニアにの板を欲しがる。すごく僕らなんていうのかな、悲しいけども、悲しいからこそ負けずに今頑張ってる。皆さんみんなそうだと思うんだ。だからね、今の名前言ったシェーパーの人、皆さんの板をなるべく皆さん買ってくださいよ。ノリいいから、ここ日本だよ。カリフォルニアのハニグトンビーチじゃないんだから、やっぱり日本の波に合ったボトム、レールをね、皆さんあと体重に合わせて薄さ、厚さを決めてもらう。そういうオリジナルのシェイプをしてもらって乗るのが一番いいと思う。どこどこ行って安いのがあるとか、 USA のがある、何々あるの、それもすごくいいと思う。いいけどもやっぱりね、オーダーするんなら日本製の板を削って乗るのがやっぱり一番いいなと俺は思う。まあ他にね、シーコスコムさんとかいろいろと兵六のとこもそうだし、いろいろアメリカの板を売ってるけども、それはそれでもう最高の板だったと俺は思う。それを皆さん買って鳴らせばいいと思うし、ただオーダーするんならやっぱりね日本製でメイドインジャパン、これもいいなと思います。
で皆さんもね、今度は作るときにはこの今名前挙げたあのシェーパーのところでオーダーするのが一番いいと思うから、皆さんもで特に女の子なんかはもの体重に合わせて自分の塗り方見てもらって、シェーパーにそれで板を作るのが一番最適だと思う。いいなと思って買うのも一目惚れもいいけども、あのやっぱり自分はこうしか乗れないんだけどもね、こうで見てもらってターンからテイクオフ、カットバック、ノーズライディング、そういうのそういうことを見てもらって1時間でも、そうするとシェーパーの人たちは、あこの子はこうなんだ、やってるもうちょっと六角つけようとか、ノーズをもうちょっと薄くしようとか、幅を広げようとか、そうやってシェーパーとコミュニケーション取っていい板を削る、それが一番あの買い方としてはいいと思うし、今このね皆さんみんな挙げたあの方たち の, あの板を素晴らしいから、やっぱりみんな体張ってサーフィンやってるんだから大きな波乗るし、もうそういうなんていうのかな、人から人に頼んで板を削るの、これからはそういう時代が来ると思うしと俺は思うんだ。だから皆さんもよかったら今名前挙げた人たちのところに電話かけてあのオーダーをしてください。絶対後悔させない、俺はそう思います。だから皆さんもそうにして後悔させないから、今丁寧にねシェイプしてこうやってやってるんだけども、やっぱり重りも必要だし、でシェイプするには道具がいっぱいあって、やっぱりシューフォーム、それからノコギリ、ちっちゃいシューフォーム、いろいろペーパー120番40番、そういうのを使って落としていく、サウボンドしていく。今はこれはボトムのロッカーをつけるために今削ってるんですけども、俺よりまだまだ上手い人ここにいっぱいたくさんいますよ。俺はどっちかというとね、こう昔のね、50年前のシェイプをちょっとこうね、変えて、やってるんだけども、皆さん見てると、まあ、いい板削ってる。今名前挙げた、人たちのシェイプを乗れば必ずの乗りにくくないよ。乗りいいから、みんなこの人たちチャンピオンだから。全員のチャンピオンですよ、アマチュアプロになって。悪いだなんか削りっこないんだから、わかりますか聞いてる人だ。ぜひこういうシェーパーの下で買うと満足したができると思う。自分の好きだね、色も自分の好きにできるし、マークの入れ方も自分の好きにできるし、そういう買い方を皆さんして、インターネットでああなんだなんだ、ああ何や何やって見ないで、やっぱり真心込めて俺たちが命がけでシェイプする、やっぱそういう板が一番ベストだと思う。これ大事なこと言ってるから、見る人もやっぱりなんていうのかな、そういう気持ちを持って、この人たちに、みんな有名なシェイパーだから、オーダーしてくださいよ皆さんね。やっぱりYA の上田さん、畑くん、豆増田、加海、ミッキー、河合、土地、伊坂、上杉、鎌倉の方下重くん、岡山さんから奥田悟くん、あとちびた、出川道夫、長沼和人、飯尾住む、これドミンゴですね、大磯ですね、あとまっちゃんもついても住んでんだけども、添田さんボートやってます。あと前家誠くんも面白い人削ります。あとマミ川村くん、あと千葉に住んでる石塚明くん、あと湘南の公家の前えのちゃん、えのもと、ショート鎌倉のね、コスミックケネディかな、あと神内勝さんもいい板削りますよ。あと伊豆の小川修、あと茅ヶ崎のマント、まああと千葉の吉川さん、あとまあ千葉にいっぱいいると思うんですけども、名前は分かんなくてすいません。一応この人たちの板をオーダーして乗ってみてください。で今シェイプしてて、やっぱりボトムは一番大事だから、波に当たるところだから丁寧に、デッキはまあどうでもしちゃおかしいんだけども、ボコボコしてるのマックス乗る、ドタバタドタ、足の跡がつく、お尻の跡がつく、胸でグッグッと押すから胸の跡がへっこむ、ボトムはへっこまないから、ボトムが一番大事だから、ボトムを丁寧にプレーナーかけて、でデコボコ取って、その次にシューホームっていうので使ってデコボコ取って、その次に40番の板っけだに
テーパーをかけてつけてさっとこうデコボコ取っていく、それがやっぱり必要だと思うし、ボトムにやっぱりすごい時間かける。やっぱり2時間で終わるシェイプだったらボトムに1時間半はかけたいね。今またサーフィンやってる、こういうね、なんていうのかな、真剣にやってるんですよ。遊びでウェーブをしてるわけじゃないから、こういうシェイプの仕方もある。やっぱりね、癒されるんだ。これで折り返し、今ね前へ進んでるけども、今度折り返し来る時に波が見える。あ、俺サーフィンやってんからいいや、今日はやんなくても、そういう気持ちになるし、気持ちがリラックスして肩の力も抜いて、でシェイプをしていく。やっぱりね、プレーナー使うんだったらゆっくりゆっくり、俺はプレーナーの刃のところにクレ50をいっぱい使うと思う。多分世界で一番使うと思う、クレをね、滑りやすいのだからね、ゆっくりやってもスイスイ行くし、俺はクレを使わないとダメだね。慣れてるから、もうクレを何十年、30年40年50年ぐらい使って、シュッシュ一番使うと思う。それもテクニック。例えばジェリー・ロペスに教わった、ハワイでジェリー・ロペスに教わった時には、彼はエンジニアをやらしたって言った、フミコ・ロペス、お母さんが。お父さんはメキシコ人なんだけども、ジェリーはすごいシェイプがうまくて、全部プレーナー、レールからボトムのロッカー、ノーズから全部プレーナーで落とす。俺はもうびっくりした。もう刃をちょっと出してレール落とす、俺なんかもうザーって入れちゃうけども、それで最後スクリーンとペーパーで終わらせる。で昔45年から6年8年7年ぐらい見た時には、上にサントスとかいろいろ弟子がいて、仕上げをバッバッってやって、ジェリーはサインして、でパイプラインで、それからあとリノ・アベイラ、リノ・アベイラはもう本当にシェイプをお金払ってリノに、ここでマーク・リチャーの3セットに手を削ったんだけども、いや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 、ああでもないこうでもないって言ってるうちに、テールがすごく熱くなっちゃって、よし、ダメだって、もう1本ウレタン買って削らした。リノには当時1本200ドルか300ドル払ってる。あとベン・アイパーにも200ドルか300ドル払って5本ぶり見た。あとランディ・ラリックさん、からあといろんなチャーリー・スミス、もういろんなハワイの有名な、ポール・アキュー、マカーの、それからダイアン・ダタソン、ノーショアのバリ・カネウプニ、そういう人にお金を払って俺はシェイプを覚えた。だから今俺のシェイプっていうのは全部皆さんに教わったことを今やってる。これは自分の財産だと思うし、当時そんなお金をかけてシェイプを、今ね、リターンね、このリターンが難しいの、何万回ってやって俺も覚えたから、普通リターンっていうのはなかなかできないんですよ。もうジェリー・ロペスなんかはもうリターン、このマキタじゃなく、このスキルプレーナーを使ってるからこういうのもできる。まあマキタとか日立とか使ってもできるけども、やっぱりなんていうのかな、慣れてなくて、昔何十年前にジェイ・ロペスを呼んでうちの工場で削らした時に、30人ぐらいみんな見に来た。で見てて うまかったんだけども、やっぱりマキタのこういうなんていうかな、自分で回すプレーナーだったから、やっぱりテールが熱くなっちゃって、ね、ノーグーって言ってたけども、俺らはもうすごい参考になった。テールからノーズ、もう見事なもんだね。やっぱりジェイ君はやっぱりなんていうのかな、職人肌だから、パイプラインだってあのパイプに入るのは職人でしょ、チューブ入るのは。すごい、もうジェリー君のもうサーフィンがやっぱりいろいろパイプラインマスターでみんな優勝してる人はたくさんいるけども、俺は彼が自分で削った板でね、ジェリーモデルを乗ってあんだけの乗り方する、誰よりもチューブがやっぱりうまい、入るのは。それは彼のジェリー・オペスのボトムがやっぱりすごくいいと思う。彼は彼なりにパイプライン滑って攻めて、パイプライン合う板を削ってる、3セットじゃないけどパイプラインだから、一筋でパイプライン滑ってきたから、ジェイリー君はこういう板を今一番人気ある。俺の仲間もジェイリーモデルが欲しいか、みんな言ってますよね。やっぱりだから
ハワイいろいろ、パット・ローソンとかいろいろ、もうエリック・ラガーからもうビルバン・フィールドいろいろいるけども、やっぱり J リーグのいたトップで人気ある。なぜならパイプを滑るにはやっぱり J リーグのいたみんな欲しいと思うし、だから日本人の今この名前を挙げた人たちもみんなパイプを滑ってるし、サンセットもハワイ・ノース攻めて、日本いろんなところ滑ってね、自分がシェイプを編み出してる。やっぱりサーフィンいろんなところの波でやって、自分でロッカーとか反りとかノードの反りとか、アスタワイド太きたり細きたり、やっぱり考えて一流のシェイパーになっていく。だから 俺は皆さんに、メイドインジャパン、日本の優秀なシェイパーがいるんだから、皆さんがオーダーくれなかったら終わっちゃいますよ。皆さんいいですか、お願いしますね。あとこれで最後のになるけども、ぜひ日本のシェイパーの板を乗ってください。お願いします。なぜこのシェイプをしてるところを皆さんに見てもらうために、なぜこのシェイプを取ったかというと、皆さんにシェイプを分かってもらったら、日本のシェイパーもいいんだ、外国にいたばっかしじゃなく、皆さんもまあこういう時期だし、今いたとかそういうのが入んなくなったけども、やっぱりメイドインジャパン、このメイドインジャパンを皆さん、日本人なんだから外国にいたにかぶれないで、まあ外国に行ってる板の、まあそれはそれでまたいいんだけども、やっぱり最後に自分が乗る板はメイドインジャパンで、俺は乗ってもらいたい。皆さんにお願いしますね。メイドインジャパンだったらシェイパーとも話がコミュニケーションできるんだし、自分の好きな板ができるんだから、俺はメイドインジャパン、これをみんな心がけてまた板をオーダーしてください。お願いします。